第56回日本レコード大賞は2014年12月30日に新国立劇場にて発表音楽会が開催された56回目の日本レコード大賞である。例年通り発表音楽会が2014年12月30日に新国立劇場にて取り行われ、その模様は TBS テレビ並びに TBS ラジオをキー曲として 日本全国で放送された。テレビラジオともに18時30分22時に放送された。ノミネート及び各賞発表は2014年11月19日に主催者から発表された。第56回の大賞は3代目 JSOUL BROTHERS FROM EXILE TRIBE の RYUSEI に決定した。3代目 JSOUL BROTHERS FROM EXILE TRIBE は初の受賞。 直おと直おとは前年受賞した EXILE のメンバーも兼務しているので違うグループで日本レコード大賞を連覇したのは史上初。EXILE や AKB48 以外の大賞受賞は7年ぶりである。大賞受賞曲を発表したプレゼンターは前年に引き続き総合司会の安住紳一郎が務めた。また最優秀新人賞は西内マリアが受賞した。 プレゼンターは総合司会の仲間ゆきえが務めた。社会減少化したディズニー映画、アナと雪の女王の日本版主題歌、レッド・イット・ゴー、ありのままで映は、ヤングマンや聖母たちのララバイなどと同様に、対象候補となる10作品には選ばれなかった。第2部の視聴率は、同時艦隊トップを取るも 15.、15.6%と、前年より2.0ポイント減少となった。 テレビラジオともに JST。総合司会、進行アナウンサーは2014年11月17日、ラジオ中継進行は2014年12月1日発行の TBS ラジオの広報誌、五十四プレス2014年12月から1月号、紙面にてそれぞれ発表された。なお、第51回から出演してきたマスダは、放送直前の2014年12月26日に、 結婚に伴い TBS を退社することを発表したため TBS アナウンサーとしては事実上最後の出演となった仲間はこの年 NHK 連続テレビ小説花子とンに出演同年12月31日放送の第65回 NHK 紅白歌合戦の赤組司会就任も取り沙汰されていた本番組の司会発表会見で案中は仲間に対し、 朝ドラで活躍されていた印象が強いので、向こうの道もあったのではそういう中で、レコード対象で司会をしていただけるというのは嬉しい。NHK さんの方では、過去4回も司会をされていますしと話し、仲間が呼んでいただけて光栄ですと、笑顔で答える一幕があった。なお、仲間の同窦白での赤組司会案は、TBS 系、ドラマ、 桜事件を聞く女の収録との両立が容易でないため見送られたと報じられていた。なお、2014年11月10日に請求した高倉県に特別栄誉賞を贈呈する予定だったが、所属事務所の高倉プロモーションの移行によりそれを辞退したことが、同年12月12日に発表された。ありがとうございます。